care of that. Good to go. You're finished. Good to go. Good to go. Take that. That's that. Let's move out. Enjoy the show.
Take that!
You're finished. Good to go. Finished.
go. Enjoy the show. Finished!
Show you the true essence. Take that! Hey!
やはりのこのことやってきましたわね。カノーネ大尉。なんであんたがこんなところにいるのよ。空中庭園で気絶してたんじゃ。ふん。この私があの程度のことで倒れるものですか。どうやらグランセル城は奪われてしまったようですけど、カッカが輝く輪を手に入れればいつでも取り戻せるというものです。追い詰められた者ほど歌方の夢に酔いしれるか。なんとも悲しいことだね。お黙りなさい。とにかくリシャール大佐の邪魔だけはさせませんわよ。いでよマペットども。古代の機械を操ったのか。我々の力を見くびってもらっては困ります。ここの調査を開始してからすでに膨大なデータを集めたわ。このように強力なオーバーマペットを操ることも不可能ではありません。なんて危険なことを。何とでもお言いなさい。それでは行きますわよ。Thank you.
完全に気絶してると思うんだけど。うん、しばらくは動けないと思う。それよりも彼女がここを守っていたということはこっちのルートで正しいみたいだね。あ、確かに。それではジークにみんなを呼んできてもらいましょうか。ジーク、来て。先ほど検出した動力反応から遺跡の規模を割り出してみたが、どうやらこの辺りが遺跡の中間地点のようじゃの。やっと半分か。急がなくちゃいけないのに、なんだか焦るわね。でもここで焦ったらかえって迷うかもしれない。無理せず確実に進んでいこう。うん、ここが踏ん張りどころじゃ。いつ大佐と戦ってもいいように万全の準備をしていくがいい。
Let's move out!
Finished.
ここって、なんだか今までの場所と雰囲気が違う気がする。感じます。膨大なエネルギーの流れを。多分、ここが終点だ。万全の準備をしてから中に入った方が良さそうだね。やはり来たか。なんとなく君たちが来るのではないかと思ったよ。リシャール大佐、私たち女王様に頼まれてあなたの計画を止めに来たわ。まだゴスペルは稼働させてないみたいですね。今ならまだ間に合います。それはできんよ。なんでよ。そもそもオーリオールって何？
そんなものを手に入れてどうしようっていうのよ。かつて古代人は天より授かったセプトテリオンの力を借りて海と大地と天空を支配したという。その至宝の一つが輝く輪だ。もしそれが本当に実在していたのだとしたら、国家にとってそれがどういう意味を持つか君たちにわかるかね。国家にとって？周辺諸国に対抗する強力な武器を手に入れる。つまりそういうことだね。その通り。知っての通り、このリベールは周辺諸国に国力で劣っている。人口はカルバートの5分の1程度、兵力に至ってはエレボニアのわずか8分の1にしか過ぎない。唯一誇れる技術力の優位はいつまでも保てるわけではない。二度と侵略を受けないためにも我々には決定的な力が必要なのだよ。だからといってそんな古代の代物を当てにしなくてもいいじゃないの。10年前の戦争だってなんとかなったんでしょ。あの侵略を撃退できたのはカシウス・ブライトがいたからだ。だが彼は軍を辞めた。国を守る英雄は去ったのだ。そして奇跡というものは女神と彼女に愛された英雄にしか起こすことはできない。だから私は情報部を作った。諜報戦で他国に一歩先んじることもそうだが、あらゆる情報網を駆使してリベールに決定的な力を与えられるものを探したのだよ。リベールが苦境に陥った時に再び奇跡を起こせるようにね。それって奇跡なのかな。何？私たちは遊撃士でみんなの大切なものを守るというのがお仕事だけど、でも守ると言ってもただ一方的に守るわけじゃない。どちらかというとみんなの守りたいという気持ちを一緒に支えてあげるという感じなの。それがどうしたのかね。父さんだって別に一人で帝国軍をやっつけたわけじゃない。いろいろな人と助け合いながら必死に国を守ろうとしたんでしょ。みんながお互いを支え合ったから結果的に戦争は終わってくれた。大佐だってその一人だったのよね。今私たちがここにいることだって同じだと思う。大佐の陰謀を知った時はかなり途方に暮れちゃったけど、それでもいろいろな人に助けられながらここまでたどり着くことができたわ。それだって奇跡だと思わない？でもそれは奇跡でも何でもなくて、私たちが普通に持っている可能性なんじゃないかって思うの。もしこれから先戦争みたいなことが起こってもみんながお互いに支え合えれば何でも切り抜けられるような気がする。わけのわからない古代の力よりそっちの方が確実よ。絶対に。エステル。さすがはエステル君、あっぱれなほどの前向きさだ。エステルさん、本当にその通りだと思います。強いな君は。だが皆が皆君のように強くなれるわけではないのだよ。目の前にある強大な力、その誘惑に抗うことは難しい。そして私はこの時のために今まで周到に準備を進めてきた。今さらどうして引き返せようか。一つ教えてください。どうして大佐はこの場所を知っていたのですか。何？女王陛下すら存在を知らなかった禁断の力が眠っている古代遺跡。ましてや宝物庫から真下にエレベーターを建造すればその最上層にたどり着けるなんて
あなたの情報網を駆使したって知り得るとはとても思えないんです。それは、そしてそのゴスペル、ザイスの中央工房をもしのぐ技術力で作られた謎の動力機、あなたはそれを一体どこで手に入れたんですか？答える義務はないな。違う、あなたは僕の質問に答えることができないんだ。どういうこと？ただあなたはこの場所に輝く輪という強大な異物が眠っていると確信していた。そしてその黒いオーブメントを使えば手に入ると思い込んだんだ。だけどそう考えるようになったきっかけがどうしても思い出せない。そうなんでしょう？それって記憶をなくしちゃった他の人たちと同じってこと？それがどうしたというのだ。強大な力の実在はこの地下遺跡が証明している。オーバーマペットにしても現代の技術では制作不可能だ。ならば私が選んだ道を行くだけだ。君たちの言葉が真実ならば私を退けてみるがいい。それが叶わないのであれば所詮は青臭い理想に過ぎん。とくと見せてやろう、剣聖より受け継ぎし技を。言ってくれるじゃない。だったらこちらも遠慮なく行かせてもらいます。
さすがだ。カシウス大佐の子供たち。だが、一足遅かったようだ。しまった！噂には聞いていたが。市長のアーティファクトを停止させた光。しまった！動力停止現象か。なんだったの今の。動力停止現象なんだろうけど、今までのものとは違っていた。まるで何かが解放されたような。警告します。全要員に警告します。え？あの装置が喋っているんだ。オーリオール封印機構における第一結界の消滅を確認しました。封印区画最深部においてゴスペルが使用されたものと推測。デバイスタワーの起動を確認。第一結界オーリオール封印機構。大佐、これは一体。わからない。このような事態になることは想定していなかった。第一結界の消滅によりバカラの干渉波微量ながら発生。魔の守護者の封印解除を確認。全要員は可及的速やかに封印区画から撤退してください。何このブサイクなの。気を抜かないで。こいつが和の守護者だ。これも古代文明のアーティファクトか。こんなものが封じられていたなんて。ゲート固定。
動力供給再開。再起動完了。モード、イントルード&サーチ。座標確認、封印機構施設、最深部。和の守護者、トロイメライ。これより、侵入、索敵行動を再開する。Thank you.
まだ何かするつもりだ。モード、ジェノサイド、和の守護者、トロイメライ、これより殲滅行動を再開する。Take that!
動けなくはしたみたいだ。和の守護者か。どうやらそいつの目的はオーリオールを封印していたこの施設の破壊だったようだな。そして輝く輪の封印と同時に扉の中で機能を停止したのか。輝く輪をめぐって古代人同士が対立していたのか。あるいはしかし肝心の輝く輪はどこに。なんとまだ動けるのか。もう体が動かせない。よしはエッセル。左遷。大佐、こいつは私が何とかする。早くここから逃げたまえ。でも君たちは今しがたこいつと死闘したばかりだ。私の方はもう動けるようになった。時間を稼ぐことくらいはできる。すごい。さすが父さんの剣技を継いだだけはあるね。何をしている。早く行け。大佐どうしたら。いいから行きたまえ。君たちとの勝負に敗れた時私の命運は尽きていたのだ。そんなだから気にすることはない。私の計画は失敗に終わったが、最後に君たちを助けられれば後悔だけはせずに済む。やれやれ、諦めなければ必ずや勝機は見える。そう教えたことを忘れたか。せい。まさか。今だ、とどめを刺せ。みんな、ご苦労だったな。ただいま、エステル、ヨシワ。ずいぶん久しぶりだな。父さん?まだまだ爪は甘いが、一応修行の成果は出たようだな。今回は、合格点をやろう。なんでって言われても、ま、成り行きってやつ。どんな成り行きを。父さんも相変わらず元気そうだね。
ほう、お前も少し背が伸びたみたいだな。どうだ、エステルのお守りはいろいろと大変だっただろう。どういう意味よ。まあそれなりにね。でもそれと同じくらい僕もエステルに助けられたから、だからお愛子ってところかな。そうか、いい旅をしてきたみたいだな。はじめまして、カシウス・ブライト殿。僕の名前はオリビエ、帝国出身の演奏家ですよ。おお、君がそうか。一段落したら話を聞かせてもらおう。それと娘たちに協力してくれて感謝する。いやいや、とても有意義な体験でしたよ。それにしても見事な腕前だ。生ける伝説の技をしかと見せていただいた。ふん、まだまだ俺も修行中の身さ。カシウスさん、どうもお久しぶりです。これは殿下、半年ぶりくらいですな。囚われていたと聞いたが、お元気そうで何よりだ。エステルさんたちが助けてくださいましたから。そういえば今年の学園祭はエステルさんたちと劇をやったんです。カシウスさんにも見せてあげたかったです。おお、そりゃ惜しいことをした。ま、和やかに会話してる場合じゃないってば。まったく、帰ってくるなり見せ場をかっさらって。やりやり、どうやら片付いたようじゃの。おや博士、ずいぶん遅い到着ですな。お前さんが先行した後、マペットの群れに囲まれてな。なんとか撃退してからようやくたどり着いたが、どうやら全て片付いたみたいじゃな。ええ、いろいろと課題は残ったが、とりあえず一件落着でしょう。でも情報部に操られた大部隊がお城に迫っているんでしょ。確かに警備艇も来ていたみたいだし。父さんが来た時、地上の様子はどうだった。ああ、そのことならもう心配ないぞ。モルガン将軍に頼んで事態を収拾してもらっている。シードにも動いてもらったから、じきに騒ぎは沈静化するだろう。あ、なんですって。なるほどな、ここに来るまでに仕込みをしていたわけか。目を覚ましたか。モルガン将軍には厳重な監視をつけていた。シードも家族を人質に取って逆らえないようにしていた。どちらもあなたによって自由の身になったわけですか。ま、そんなところだ。だがな、リシャール、俺がしたのはその程度のことさ。別に俺がいなくたって彼らは自分で何とかしたはずだ。いや、違う。やはりあなたは英雄ですよ。あなたが軍を去ってから私は不安で仕方なかった。今度侵略を受けてしまったら勝てるとは思えなかったから。だから頼れる存在を他に探した。あなたさえ軍に残ってくれたら私もこんなことをしなかったものを。甘ったれるな、リシャール。貴様の間違いはいつまでも俺という幻想から解き放たれなかったことだ。それほどの才覚を持ちながら、なぜ自分の足で立たなかった。俺はお前がいたから安心して軍を辞めることができたのだぞ。大層。俺はそんなに大層な男じゃない。
10年前も将軍やお前たちが助けてくれたから勝つことができた。そして大切なものを守れずに現実から逃げてしまった男に過ぎん。父さん。だがな、もう二度と逃げるつもりはない。だからリシャール、お前もこれ以上逃げるのはよせ。罪を償いながら自分に何が足りなかったのかを考えるがいい。エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、今回の働きによりグランセル支部は聖遊撃士資格の推薦状を送ります。どうぞ受け取ってください。はい。これで5つの地方支部での推薦状が揃ったわけですね。それではカシウスさん、よろしくお願いします。うん。エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、これより教会規約に基づき両名に聖遊撃士の資格を与える。各地方支部での推薦状を提出せよ。はい。どうぞご確認ください。ロレント支部、ボース支部、ルーアン支部、タイス支部、そしてグランセル支部、5支部すべてのサインを確認した。最終ランク準遊撃士1級。ここまで行くとは思わなかった。正直驚かされたぞ。エイドスと遊撃士紋章において、ここに両名を聖遊撃士に任命する。両者エンブレムを受け取るがいい。はい。おめでとうエステル、ヨシュア。新しいエンブレムなかなか似合ってるじゃないか。ま、今回ばかりはよくやったと褒めてやるよ。みんなありがとう。ここまで来られたのも皆さんが支えてくれたおかげです。遊撃士としてのキャリアはここからが本番だ。そのことを忘れないようにな。うん、わかってる。いっそ精進するつもりです。さて、めでたい話の後で非常に申し訳ないのですが、ここで皆さんに一つ残念なことをお知らせしなくてはなりません。残念な知らせ？本日をもちましてカシウス・ブライトさんが遊撃士協会から脱会します。しばらくの間王国軍に現役復帰するとのことです。本当ですか？長らく留守にした上に突然こんなことを言い出して本当にすまないと思っている。だがクーデター事件の混乱は未だ収拾しきれていない。情報部によってめちゃくちゃにされた軍の指揮系統も立て直す必要がある。その手伝いをするつもりなんだ。
そうか。軍人は遊撃士になれないから。そういえば、先輩たちはこのことを知ってたみたいですね。ええ、相談を受けたからね。正直心細いけど、いつまでも先生に頼ってばかりじゃ、私たちも一人前になれないし。まあ、これからは若手だけでもなんとかなるって証明してやろうじゃねえか。そうか。そうだな。しかし、いつまで経っても忙しさからは解放されないね。まあ、こうして新たな声優劇士が二人誕生したんだ。せいぜい俺の代わりにこき使ってやるといいだろう。あのね。これからはもっと忙しくなりそうだね。まったく父さんってば。生誕祭くらいオート見物に付き合ってくれたらいいのに。すまんが、早速軍医に会ってな。リシャールこそ逮捕されたが、未だ逃亡中の特務兵も多い。カノーネ隊員もあの地下遺跡でいつの間にか姿をくらませていた。さらに大会に参加した空賊団も混乱に紛れて逃亡したらしい。生誕祭の途中で騒ぎが起こらないよう警備を強化しなくてはならんのさ。まったく、揃いも揃ってしぶとい連中ね。確かに、どちらも諦めが悪そうな感じはするね。まあ、警備の方は気休めさ。問題は、あの地下遺跡の出来事が何を意味していたかということだ。リシャールが封印を解いたことで、どのような影響が出てくるのか。オーリーオールとは何なのか、それを見極める必要があるだろう。うん、確かにそうよね。それにリシャール大佐も記憶が怪しいみたいだったし。うん、クルツと同様思い出せないことがあるそうだ。それでも取り調べの途中、一つだけ判明したことがある。あの黒いオーブメントの出所だ。え？製造元が分かったの？いや、あれを情報部に持ち込んだ人間が判明した。情報部特務部隊隊長ロランス・ベルガー少尉だ。あの人が？情報部にスカウトされた時にリシャールに渡したらしい。そしてリシャールがクーデターを計画したのはちょうどその頃からだそうだ。どうやらロランス少尉の正体は徹底的に調べる必要がありそうだな。そっか、得体が知れないとは思ったけど、そうなると私たちが素顔を見ただけでもラッキーね。言ってくれればいつでも似顔絵を描くわよ。ああ、そのうち頼むぞ。もっとも、お前の絵心にあまり期待は持てないが、シェラザードや陛下たちにも頼んでおくか。どういう意味よ。エステル、ロランス少尉の顔、見たの？あれ、話してなかったっけ？上級のテラスで戦うときに、あのヘルメットを外したのよね。歳は20代後半くらいで、アッシュブロンドの髪だったわ。でも女王様も言ってたけど、やたらとすさんだ目をしてたのよね。なんていうか、冷たいような、それでいて燃え盛っているような。あなたに哀れむ資格などないとか女王様に向かって言ってたし。哀れむ資格などない。よしは？お前は昔から考えすぎるところがあるようだな。事件の後始末は俺たちに任せて、生誕祭を楽しんできたらどうだ？それもそうだね。そうそう、目いっぱい楽しんじゃいましょう。そうだ、確か今夜はお城に泊めてもらえるのよね。ああ、女王陛下のご配慮で
右翼の二つの客室を貸していただいた。俺とヨシュアが右側で、エステルとシェラザードが左側だ。え、私とシェラネーが一緒なの？別の組み合わせがいいのか？だったら俺とエステル、ヨシュアとシェラザードにするか。たっぷりと父に甘えるがいい。やっぱりシェラネーと一緒でいい。テレヤさんめ。それじゃ夜にまた会おう。久しぶりなんだし、父さんと一緒の部屋にすればいいのに。君のお母さんのこととか、いろいろ話すことがあるんじゃないの？それはそうだけど、ヨシアとシェラネーが一緒はなんだか嫌っていうか。え？なんでもない。それよりもとっとと見物に行きましょう。街の中すごく賑わってたし。そうだね、いろいろと回ってみようか。疲れたら東街区にある休憩所で一休みするのがいいんじゃないかな。ああ、百貨店の裏にある休憩所ね。それじゃあ街を見物しながら最後にあの休憩所に行くとしますか。